このビデオでは干渉検出の例をご紹介します。私たちはエンジニアによって作成された様々なホットリンクされた IFC モデルでの干渉をチェックします。この例ではコンクリート構造要素と鉄骨構造要素の間で干渉検出を実行する方法を説明します。どちらの構造要素も様々なエンジニアによって作成され、ホストのアーキカードプロジェクトとホットリンクしています。すでに両方のファイルをホットリンクしています。 IFC ファイルの一つには、プレハブ鉄骨構造要素と、プレキャストコンクリート要素が含まれています。もう一つの IFC ファイルには、構造体強化コンクリート構造が含まれています。エンジニアが行った作業を確認し、構造要素間に干渉がないかどうかを確認します。ホストプロジェクトには、鉄骨とコンクリートのホットリンクされた IFC ファイルが含まれるようになりました。 干渉をチェックしたい建物だけを表示しましょう。鉄筋コンクリート構造体壁がプレハブ鉄骨中に干渉するかどうかを確認します。干渉を開始する前に一つの壁の設定ダイアログを見てみましょう。コンクリート壁には壁分類 IFC タイプがあります。これらにはコンクリートと呼ばれる建築材料もあります。次に柱の設定ダイアログを見てみましょう。 鉄骨の柱には IFC タイプの柱分類があります。この種の情報は干渉の基準セットを定義するときに重要です。干渉検出ダイアログを開き、コンクリートと鉄骨の構造要素間の干渉検出を実行します。グループ1にはすべての鉄筋コンクリート壁が含まれています。IFC クラスタイプの壁を選択しましょう。 ビルディングマテリアル基準を追加しましょう。ここで、コンクリートオプションを選択します。グループ2には、すべての鉄骨柱が含まれます。IFC クラスタイプには、柱を選択します。基準セットの定義が完了したら、確認オプションを使用して、干渉検出を開始することができます。 結果はすぐに干渉検出レポートに表示されます。マークアップパレットを開き、検出された個々の干渉を確認してみましょう。4つの干渉項目はフロアでリストされています。干渉001を詳しく見てみましょう。鉄骨要素が鉄筋コンクリート壁と衝突していることは明らかです。アーキキ a ャドの干渉検出は、建築設計の実際の段階で、 エンジニアが行った作業のフィードバックを得るのに最適なツールです。マークアップパレットは検出中に検出された鑑賞項目を伝える便利な機能を備えています。エンジニアに鑑賞検出の結果に基づいて設計を変更する必要があることを伝えることができます。これらのマークアップ項目を BCF、BIM コラボレーションファイル形式を使用してエンジニアと簡単に共有できます。 このプロセスは個別のビデオで詳細に説明されています。ホットリンクされた構造モデルは、アーキ,キャドモデルを改善するための参照として使用できます。アーキ,キャドの組み込みの干渉検出機能は、建築モデル上でエンジニアの作業をチェックする際に役立ちます。また、より良い設計コラボレーションを得ることができます。